吸音材を買ったわけですけれどもね。間違えて2倍な。買おうかな。10個ぐらいかな。ポチ。待てよって1回消して、やっぱ10個買おう。ポン。20個、ドーン20枚。間違えて100個買ってしまいました。助けてくださいってやつね。コンビニの仕入れじゃないか、それ。で、とりあえず、今どんだけ声が響いてるかっていうのを、分かって貼り終わった後にもう一回やって、うおーってなりたいから、ちょっともう、そのデートだね、今回は。本当にひどいんですよ、この部屋。今ちょっとね、物が、あるんですけど、うん、引っ越した当初は本当に音の反響がひどくて聞こえたもんじゃなかったんですけど、なんかちょっと今映してますけど、こういうなんかね、こういう感じになってて声が反射しまくるというね。いやどうも東海オンエアのデーチャだ。いやどうも東海オンエアのデーチャだ。いやどうもどうも。うん、なるほどね。まあでも普通に聞いてて結構響くの、まあまあ、うん、さあこれを敷き詰めていきましょうか。はい、どうやって反応これ。これただの本当にこういう板なんだよな、このなんか柔らかい。普通にヒカキンさんの動画とか見たから、なんかボコボコしたかっこいいやつかと思ったら雑なんだよ。いや、お前、いや、なんかこういうとこケチるからな、なんか安いのダメだよな。なんかもったいねえなと思って。まあ貼っていきますか。あー、いやー、いやー、まだわかんない。まだわかんないね。わかんないよ。うん、いいんじゃないですか。もう貼り方がわからんすぎてね。これでいいんでしょうか。もうガムテープでめちゃめちゃくっつけた。余っちゃったんで。余らせ方と、まあ一応ね、静かにしてなきゃいけないからね。そう、吸音材なんで。これこっち側に向けてでも意味ないんじゃないの。あっち側に向けとかないと。あ、そっか。俺めっちゃこっちに貼ってる気分だった。あ、そっか。撮影してますよみたいな意味だと思ったんだけど。うん、それは知ってるかみんな。いや、ここで逆にここにいる人にお静かにしちゃいけないからね。これ見ちゃったらみんななんか萎縮しちゃうよね。いやどうも東海オンエアのデーチャだ。いやどうも東海オンエアのデーチャだ。うん、いやいやどうも東海オンエアのデーチャだ。いやどうも東海オンエアのデーチャだ。で、今の我々では分からないけど、今こう並べて出てるのかもしれないけど、いや普通にだって元から会話はできてたからね。うん、動画で聞くと、うん、なんか編集中も何言ってんだこいつってなったけど、それが起きるかどうかっすよ。うん、試しにね、いつだっけな、0円なんとかの動画は、ひどいんだよ、反響が。あ、最近あの、ティッシュがばらまいきまくったじゃん。ゴミだらけの時はすごいいいの、最近の動画すごい。うん、もうなんか心なしか確かに声がさ、声張らないと声が届かない気はする、する。あ、気持ちかもしんないけど。よし。よし。いい動画じゃないですか。いい動画かわからんけど。この動画自体はクソだけど。はい。いい動画撮れるんじゃないですか。この動画自体クソとか言うなよ、もう。